はい、ウクレレだるまです。本日は、マジックフルークの M80 バンジョウクレレバンジョレレですねをご紹介したいと思います。マジックフルークはフリーとかね、ボディが樹脂製で、サイドバック樹脂製でトップだけ木材っていうね、でもう完全にアメリカ製にこだわって作ってるというマジックフルーク社から出てる、こちらは M80 というバンジョウクレレですね。スペック的にはこちらはネックはウォルナットです。ペグは、フリクションタイプですが、グローバーの 2BN と呼ばれるタイプの、ペグが搭載されています。芝はね、ポリカーボネートでできてます。ですので、トラブルは非常に少ないです。フレットもそのままポリカーボネートで作られてますので、まあフレットが出っ張ってきたりというトラブルは全くありません。ネックの反りにも比較的強いかなと思いますが、まあこっち芝がホールナットですね、若干の反りっていうのはあり得ます。で、トップはドラムのヘッドでね、有名な超一流のレモが使われております。8インチのヘッドですね、約20センチで、ブリッジは、メイプルに、弦が当たる上の部分はエボニーが貼られている、よくあるバンジョーのタイプですね、のブリッジです。もちろん、自由に動きます。使わないときはね、ブリッジを倒しておくとヘッドが伸びませんので、使わないときはブリッジをこう倒しておきましょう。まあ、抜いていただいてもいいかなと思います。で、毎回毎回ね、正しい位置にもちろん、立てないとオクターブピッチが合いませんので、まあ、ブリッジの横に、よいしょ、一回ちょっと弦緩めます。立てる前には弦を緩めた方がいいかなと思います。で、オクターブピッチしっかり測っていただいて、正しい位置の横にですね、鉛筆で印とかをつけておくと跡が非常に楽です。これも両サイドにバシッと測った位置に印を貼って鉛筆で書いてますので、わからない程度ですけどね。パッと見何もね見えないですけど、ほんのちょっとだけテンテつけてますんで、それでもずっと使ってるとヘッドがやっぱ伸びてきますんで、そうなったらオクターブのピッチもちょっとずつ変わってきますんで、たまにはその位置でちゃんとオクターブが合ってるか、12フレットのねハーモニックソーンと実際押さえた時の音、合ってるかっていうのをチェックするといいと思います。もし実際12フレット押さえた時の音の方が、音程がちょっと高い場合はブリッジをちょっと下にで、ハーモニクソーンと比べて、ね、実際に押さえた時の音の方が低くなってる場合はちょっとだけ上にコマを移動して、様子見ながら、まあ、完全に全部の弦が一致するのは難しいので、一番全体的にぴったりくるとこに置いてください。で、ボディサイドベニヤを貼ってますけども、木材のシートを貼ってますけど、ボディもプラスチックです。裏は、オープンバックと呼ばれる空洞のタイプですね。クローズバック、蓋がついてるタイプもねありますけども、こちらオープンバックです。こんな感じになってます。微調整、ここにワッシャーが2枚重なってますんで、でこれ外してで、ワッシャーの枚数を減らすなり増やすなりして、ネックの仕込み角度の調整っていうのも可能にはなっております。もし弦高が高い低いとかだった場合は、
サドルを削るんではなく、まずこの仕込み角の調整でネックをこうつけるかこうつけるかって感じですね。極端に言うとこの角、ネックの角度を調整することによって弦高の調整をします。現在12フレットで 2.6 ミリぐらいですので、まあまあ適正かなと思います。で、バンジョーウクレレともに基本的にはね、ボルトでこのヘッドをチューニングしてパンパンに貼らないといけないっていうんで、あれ、仕組みなんですけど、こちらはもうボルトがついてなくて、もう完全にチューニングはできないタイプになってますが、もともとプリチューン、チューニングされた状態で出荷されてますので、そういった面では非常に楽ですね。後々まあヘッド交換とかチューニングの時ちょっと大変かなとは思いますけども、基本的にはもう先ほどみたいにつかない時にはこのブリッジを倒していただいて、ヘッドに張力をかけない状態で保管していただければかなり長い期間楽しめるのではないかなと思います。さて、ちょっと演奏してみましょう。普通のバンジョーと同じようにね、やはりヘッドでの鳴りっていうのが特徴的ですので、普通のウクレレとは違います。ですので、まあこうですけど、バンジョーらしいな、ね、あの単音で弾くと気持ちいいかなと思います。13、14、15、16フレットまでありますね。アメリカ製ですので、本場アメリカ製で、ね、比較的リーズナブルなお値段で買えるというバンジョーウクレレです、ヘッドのチューニングもいらないんで、本当に気軽に楽しみたいという方にはもってこいのバンジョーウクレレかなと思います。本日はマジックフルークの M80 ファイアフライバンジョーウクレレをご紹介させていただきました。それではまた。